はい、本日も始まりました。はい、コレボ放送局。多分ね、前回の続きになると思うんですけど、富山県は岩瀬浜海水浴場、真ん中のテトラの点、堤防かな、の越えた東側、要は波消しブロック、消波ブロック、防波堤がないところだね。そっちの方へ行きたいと思います。こっちは波が、波打ち際、昨日の格闘の残りはない海岸だね、今んとこ。こっちさ、なんだこれ、フグっぽくないか。はい、フグでした。フグはあれだよね、泳ぎが下手だからよく打ち上がるよね、こいつら。で、フグはね、あの一般の人はね、調理できないからね。調理師免許、フグの調理師免許がいるんで。残念なことに僕はね、フグの調理師免許を持ってないんで、フグさばくことはできないです。フグ美味しいけどね。こっちのね、浜はね、そう、テトラがないんですよ。消波ブロックっていうテトラがないので、この辺は。波がちょっと荒め。なんか、あれだね。アラメとかさっていうとなんかせんべいとか思い出しちゃうね。ジギングが、帰ってきてる。この辺になんか昨日のあれが、今日の朝かのものが残ってても良さげだけど、全部食べられたのか、こっち側は上がらないのか。そんなことねえよな。キャベツは上がってるけど。はい、キャベツ。なんでキャベツが上がってんだろう。こっちの方は、そうだね、ホタルか。見当たらんな。手よくうまく取られたのか。鳥が全部食べたのか。いや、なんかね、跡があるんだよね、ここに。ここもそうだけど。足跡、鳥かな、これは。が、打ち上がったね、魚とか、イカとかを食べに来てるからね。あ、この辺なんかブロックある。あ、これもしかして、この辺全部ブロック本来埋まってんのか。掘ったら全部ブロック出てくるみたいな感じじゃないのかな。そんな感じがすんな。いや、日本海いいね。あんまりこっちの方に泳ぎに来ることはないんだけど、やっぱり綺麗だよね。浜辺はけこの時期ね、やっぱり掃除があんまりね行ってるわけじゃないから、まあ、それなりにね、波が届いていろんなもんがね、漂着、漂流してくるんで汚れてくけど、いやいやいや、まあね、この時期ね、ホタルイカとかね、釣りとかもいっぱいいるから、人もいっぱいいるからね、まあそのうちの一人だけどみたいな感じだけど、いや、ゴミ箱取っても仕方ないか。はい、ねえ、どうですか、どこまで歩いていけばいいんだろう、これ。立山連峰まで歩いていくか。どんだけあんだろう。絶対無理だし。やりたくないし。やっぱりな、ちらほらとゴミがやっぱり海面浮いてんな。っていうか、あれ、冬か。浮いてんの。いやー、なんだろう、琵琶湖のさ、あの
砂浜が緩いところ、ね、舞妓とかの浜辺に比べたらすげえ歩きやすいけど、それでもやっぱりあれだね、場所を選ばないと足持ってかれる。まあ単純に埋まるっていう、またフグだ、フグだな、はい、フグやっぱ鳥も食べないのかな、テトラドドキシンだっけ。よし、いやでもあれだよね、この波なら別に入ってもなんとも思わんな。あの今までに先週先々週に比べたら、ただフグはやたら打ち上がってるけど俺今日何匹目だこれ。フグはいる、ホタルはこっちの方ではあんま見かけない、場所が悪いか、ちょっと探してみますかね。でパッと見いないんだよな、波で持ってかれてんのかな、うまいこと。こっちの方が波荒いからな、ちょこっと。いやー思ったほど届かなかったもうね夜もだいぶ日が落ちてきて、今何時やこれ、18時、日本時間として18時だね。そう、もう今18時、もうだいぶね日が落ちてきて、今日は18時何分だっけ、21分、なんかそれぐらいだよね、 日が落ちるのが、やはり日没、もうちょっとしたらね真っ暗になっちゃうかな。怖いね、怖いよ怖いよ、はい、まあまだねこれ雨が降ってきてないからありがたい、あの天下の晴れ男見せつけてやらなあかんかなこれ。うーん、楽しいって思ってるところはね、あの何が何でも晴れにするっていう ね、楽しくねえなと思っとるとこはね雨にしちゃったりするんだけど、いやいやいやそんなことみたいなね。あーだいぶ深いんだけどここ、いやー歩くのが難儀する。よいしょ、いやーこの辺もだいぶみんな歩いてんな、昨日歩いてんなあ、やべやべやべちょっと波が高くなったっていうか、あれか、あの大潮だからかな、今日満潮が1時ぐらい、日付、明日の日付の1時ぐらいじゃなかったかな。危ないね、あとちょっとギリギリだよ。どこまで行けん、あそこの削れているところぐらいでしょうか。確かもうちょっとしたら浜がちょっとね、いつかなくなるんだよね。いや、あれだよね、波 2m って言ったらさ俺より高いからね
普通の日本人男性2メーター持ってる人いないからな。そんなんが不安定なね、テトラとかね、岸壁に来たらまあ持ってかれるよね。ホタルイカと取りに来てお前持ってかれた話にならんぞってレベルだよな、これ。いやいやいや、笑えないよ。波も今のは一番笑えなかったよ。あ、ホタル発見。はっ、ホタルイカ。これは昨日の子だね。今日の子じゃないね。昨日上がった子だ。うん。波がちょっと増えてきた気がするな。うん。波のまぐし返しが多いな。何だこれ。なんかクラゲのちっちゃいのがいる。あ、疲れちゃった。あ、めっちゃ歩きやすい、ここアスファルトみたい。アスファルト、フグだ。めっちゃフグ見るな。ホタルかフグかってぐらいのレベルで打ち上げられとるぞ。よいしょ。いや、あ、ここ硬っ。ここすっげえ硬い。そんだけ波が慣れたね、砂持ってってんだな、この部分。いや、めっちゃ歩きやすいんだけど、これね、あれだもん、全然後つかない。いや、歩きやすす、またフグいるし。いや、どんだけフグだ。いや、うん、やばい、ダメ。だいぶあれだね、暗くなってきて、波打ち際もだいぶあれなんでね。てかだいぶ歩いたよ、これ。だいぶ結構歩いたよな。まあとりあえずあれかね、この辺でちょうどね、この岩があるところね、ここも波来るな。満潮は多分ここで撮ってる子もいたよね。はい、ということでね、富山県岩瀬浜海水浴場、なんかいろいろと光ってる、岩瀬浜海水浴場、中川真ん中ぐらいかな、多分、きっと多分、もしかしたらこれも浜黒崎か。え、そんなことないよね。はい、ちょっと浜黒崎だったらまたあれだけど、はい、まあまあまあいいや。とりあえずこの辺まで歩いてきて、この辺も打ち上がってるんでね、取れるでしょうみたいな。まあ、ちょっとここテトラがない、波が直接来るんでちょっと怖いところではあるけどって感じですね。暗くなるまでまた戻りたいと思うんで、はい、この動画はここまでにしたいかなと思います。またこの先ね、また後日撮れたらいいなと思います。はい、じゃあね、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。またこんなね、ホタルイカすくい見上げだったりとかね、ワカサギすくいとか、まあ5月過ぎたら多分コアユを取りに行くんじゃないかなと思うんだけど、ずっと撮ってばっかだなと思いながら、はい、そんなね、いろんな動画、イベントのことから何から何まで上げていくんで、またチャンネル登録だけお願いします。じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
ツイッターのフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。